それは複雑であるということか？複雑なんてレベルじゃないっす。理解不能っす。自律思考システムの複雑性が異常に高度っす。そもそもこれは人工知能と呼ぶよりも、これは人格に近いっす。もしかしたら本当に、つまりこれが本当に将軍なのか？まだ可能性に過ぎないっすけどね。起こしてくれ。直接話をしたい。いや、認識制御プロセスに負荷がかかりすぎてるみたいっす。今何か間違えば人格データがリセットされるかもしれないっす。認識制御？そうっす。情報処理プロセスを編集する技術なんすけど、どうやらこのロボットは人間に関する情報を過度に制限されてるみたいっす。人間に関する？文字通り人間に関連するものは全く認識できないようにフィルターがかかってるっす。だよね。そう考えるとやっぱりなんで周りが見えてたのかっていう。このロボットはもちろん人間の姿を見ることも、声を聞くことも匂いを嗅ぐことも、おそらく死体さえも見ることができないと思うっす。ロボットの視点にはこの世界から人間が完全に消えてしまったように映るっす。なぜそのフィルターが？わかんないっす。じゃあなぜ私たちと話せたんだ？私たちは例外処理対象みたいっすけど、あ、そういうのがあるのか。詳しくはわかんないっすね。正確に把握するのは難しいっす。ではどうすればいいのだろうか。待つこと以外には何もできることはないのか。外部からは人格内部のセキュリティレベルを調整することしかできないっす。認識制御を解除できるのは人格自身だけっす。これが本当に先輩だとすれば、きっとやり遂げるだろう。あの方はそういう人だ。パパ。パパ。最後までやり遂げることが大事ってわけじゃないの。どうしてだ？今回は結構いい感じじゃなかったか？そうでもなかったかな？大事なのはそこじゃないの、パパ。これはそういうものじゃないの。おい、これは。え？バグってる。バグってるよ。なんだ？一体何が？記憶の再生が拒否されました。これは夢なのか？はあ、
え？2日間か。この辺は見えんだ。いちごの看板。パパ？大丈夫？ママは、ママは？記録478定例会議。被験体に報復するための爆弾テロ。このテロ攻撃は被験体内に極度の怒りを引き起こしたが、極端な復讐には至りませんでした。テロ主導者への復讐心も一時的なものに過ぎません。何度シミュレーションを繰り返してもプロジェクトはすぐに冷静さを取り戻して復讐を諦めてしまいます。被験体が強靭な精神の持ち主であることが障害になっているようだ。このテロの犠牲者は、被験体の妻です。妻か。となると、被験体は娘を精神的な支えとしているのか。守るべき存在がいると嫌が応でも、気を確かに持たなければいけないからな。復讐心ではなく、他の感情でコントロールすべきでしょうか。いえ、私たちが目指すべきは、盲目的に動く殺人マシンのようなものです。復讐心以上に人を極限まで突き動かす感情はない。シニア、いい考えがある。それは何でしょうか。テロ攻撃で死んだ対象を彼の娘に変えるというのは。犠牲者をですか。被験体を子供を亡くした父親に変えようということですか。そうだ、これほど盲目的な復讐鬼はいないでしょう。しかしチーフ、私たちの技術ではそう簡単に記憶を改ざんすることはできません。論理的な問題は置いておくとしても、倫理的か。被験体が事故の記憶への違和感を覚える可能性は極めて高いです。確かに記憶の改ざんは現実的ではない。それでも記憶を制限して巧妙に出来事の順番を操作すれば、認識自体を歪曲することは可能ではないか。正義、あの哀れなジャスティスか、あの哀れなヒーローを悪党を追う幻想の中に閉じ込めたように。なるほどね。ジャスティスも同じような感じで作られたものだったか。これ見てないね。他なかったっけ。あれセーブポイントだと思って通過しちゃった。イチゴがあって、ここにもあったね。2個ぐらい通過してるか。
こっからスタートか。オッケーオッケー。もう一回行きますと。記録1、ミーティング。なぜ誰も話さないのですか？理事、このプロジェクトに着手する前に一つ約束していただきたいことがあります。私たちの安全を保証できる方法はありますか？研究チーフ、言っていることにちょっと違和感を覚えます。何か勘違いをされているようですね。私は今提案をしているわけではありません。あなたたちに選択肢なんてありません。拒否すれば全員ここで死にます。そしてこのプロジェクトが失敗すればここにいる全員が死ぬことになります。朝廷に知られたら全て終わりです。確実に。では私たちにはどのような見返りが？すべてです。あら、そんな目で見ないでください。このプロジェクトは孫グループの宿願です。孫の未来はこのプロジェクトにかかっているんです。そしてあなたたちも孫の一部。これでお分かりいただけましたか？成功すればすべてを手に入れ、失敗すればすべてを失う。したがってこのプロジェクトを必ず完遂してください。承知しました。最後に一つだけ聞いてもよろしいでしょうか？この軍人の人格データはどこから来たのでしょうか？記録182、定例報告。以上です。何か他の質問はありますか？なんでこのような方法を取らなきゃいけないんですか？このような方法というのは非効率的じゃないですか？特に復讐心を利用するのは嫌ですね。人工知能が感情を持っているのも不快です。被験体に直接的に命令を下すことはできないんですか、博士？ああ、理事は今回が初めてのプロジェクト関連報告でしたね。この被験体は人工知能ではありません。人間の人格をデータ化して作られた人工的な人格です。データで構成されているだけで、人の精神と全く同じ方式で動作します。無数のデータがニューロンのように複雑かつ有機的に接続、ハイストップ、単刀直入に博士。人間の精神を操作して直接的な命令を下すことができないように、この被験体にも、命令はある程度間接的な方法で下さなければいけません。それでも効率が悪すぎますね。もちろん試したことがないわけではありません。失敗作もあります。あ、聞いたことがある。商業地区でお使いをさせてるあれか。なんていう名前だっけ？幼稚な名前だったような。確か、ジャスティスとかだっか？そんな感じだよな。はい、ジャスティスです。ジャスティスは人格を直接制御しようとしたら失敗してしまったケースです。残念だ。あれにはかなり期待していたのに。今は誰が所有してるんだ？生体ロボットだから多分孫エレクトロニクスか。私が所有しています。
とっても有用な猟犬なので。とにかく理解はできました、博士。このプロジェクトの要点はこのように整理できますね。復讐心によって制御される戦闘人格、合っていますか？その通りです。憎しみほど強力で破壊的な動機は他にありませんから。うん。なるほどな。ごめん。つまり娘は死んでなかったんだな。ということはだよね。マリとはってことになるわけだ。パパ。大丈夫？ママは？記録478定例会議。被験体に報復するための爆弾テロ。このテロ攻撃は被験体に極度の怒りを引き起こしたが、極端な復讐には至りませんでした。あれ、これさっき読んだ。もう一回？一時的なものに過ぎません。うんうん、読んだね。ここで母親から娘に書き換えたわけだ。認識自体を歪曲することは可能ではないか。おお、なるほど。早い、消えるのが。はあ、こいつ無礼なやつだな。ここはお前の家か。鉄やめろ。なあ、軍人の旦那、後のことはどうするつもりだ。どれだけの民間人が死んだか分かってるのか。兄貴、言葉でどうにかできるやつじゃありません。あの目を見てください。兄貴、下がっていてください。俺があいつの首を引っこ抜くところを見ていてください。お前頭おかしいんじゃないのか。俺らは武器で小銭を稼いでいただけだぞ。これは取締局の仕業だろ。ああ、取締局？お前の親友たちのことか。軍人がこんなことしていいのか。警察でも呼べよ、この巨人。また地獄で会おうぜ。記録1190定例報告。犠牲者を妻から娘に歪める試みは成功しました。ほとんどの状況で被験体が復讐を諦める確率が大幅に減少しました。では彼の妻に関する記憶はどうなるんですか。記憶に矛盾が生じるはずです。娘を亡くしたことから来る盲目的な怒りが、その猛烈な感情が違和感をかき消してしまうようです。感情的になると細かいことは見えなくなってしまうじゃないですか。恐ろしいな、我が研究チームは。恐ろしく賢い、気に入った。
つまらない倫理や道徳は忘れ、このまま続けよう。何か問題点があれば話してくれ。あの理事、一つ致命的な問題が発生しました。致命的？どんな問題だ？サンナビです。サンナビ？なんだそれは、どういう意味だ？それが確認ができないんです。何？サンナビは何らかの理由でプロジェクトの人格に深く根付いた概念ですが、ある種の暗示として機能しているようです。暗示？どのような？最後までやり遂げることが大事なのではないという暗示です。え？サンナビは人ではない。はい。あれ、すいません、ごめんなさい、助けてください、こういうの苦手です。うわー、そう、どっちだ、右か。どうしよう。どうかなる。なんか一番身引っ付けそうだった感じはするな。あ、ここで行け、ここでよかった。なんだここ、この壊れてるな。届かなーい。バコンバコンバコンって、あれダメだ、なんか謎のプレッシャーがある。これすればいいの。うわあ、もうつらーい。
あー危ない。なんでひつくなあ今。助けて。なんでくっつかねえんだあれ。いや、やっとだ。なんだこれ。先輩、大佐か。私を探すなと言ったはずだ。先輩は本部から監視されています。軍隊は治安を維持する集団ではありません。私に説教する気か。僭越ながら、ああ僭越だ。作戦0号を発令したのは私だ。全ての責任は私が負う。ただ犯罪組織の壊滅のために発令するにはあまりにも強力な指令です。それに復讐が目的であればなおさら。黙れ。私の妻は死んだ。お前のミスのせいでな。お前に口出しする資格はない。記録2379、緊急ミーティング。また失敗です。今回もサンナビのせいで被検体の制御に失敗しました。気が狂いそうだ。第三研究チームからは何かないか。それが、いえ、まだ何も。一年以上この人格の中を探ったのに手がかりさえないのか。サンナビが潜在意識領域にのみ存在することは確実であると。潜在意識は記憶の拡張に過ぎない。復讐を諦めさせるほどの強力な暗示は記憶のない状態では存在し得ない。もし1ヶ月以内に手がかりが見つからなければチームは解散だと伝えろ。承知しました。そう伝えます。あのチーフ、第7チームから報告が新しく上がってきたんですが、ご確認いただく必要があるかと。第7チーム、何があった。被検体の記憶に不可解な点があるそうです。詳しく教えろ。その被検体の記憶から妻の死に関する詳細が消えています。死には一体何を今さら。それはストレスによる記憶喪失だと結論付けたはずだ。検証実験を忘れたか。違うんですチーフ。第7チームが例のストレス状況以前の記憶まで観測範囲を広げてチェックしたところ、妻の記憶だけが不自然に消滅していることが判明しました。記憶喪失のパターンは乖離性記憶喪失のものとは全く異なります。どちらかといえば何者かが何らかの理由で記憶を削り取ったと考える方が。どういうことだ。たとえ誰かが悪意を持って記憶を破損させたとしても人格の安定性が。まさか。はい。この人格制作過程から妻の記憶が消されたまま作られたようです。え、どうやって。待て、それなら
サンナビは削除された記憶から形成された概念。可能性はかなり高いでしょう。気が狂いそうだ。意図的に消された記憶の中のサンナビ。最後までやり遂げることが大事なのではないか。まるで誰かがこのプロジェクトの完成を阻止しようとしているみたいだ。この人格データを開発したのは誰だ？被験体の娘です。え？何年か前から孫グループが捜索していますが、完全に行方がわからなくなったそうです。なるほど。これほどまでに精巧な人格データを構築できるほどの天才であれば、何が起きるか把握できていただろう。それも8歳の時から。クム・マリ。なぜ母親の記憶を消した？